これとは対極の内容は僕の頭の中のこと、主演はもちろん君で、僕は助演で監督でカメラマン、目の奥にあるフィルムで作る映画の話それでバンジーオーケー、呆れてないでちょっと待って、きっと気に入ってもらえると思うね。ここまでのダイレスドを少しだけ見せるよ。初めて喧嘩した夜の涙、無人的に10年後くらいにはキャストが増えたりもするんだろう。今でも余裕なんてないのに、こんな安月給じゃもうキャパオーバー。きっと情けないところも山ほど見せるだろう。もどっちか一つになった日も、何一つ変わりんばえのない今、Thank you.
ありがとうございます。